皆さんこんこにちはロンンリーーボイスセッションケニ木村でございますえっ、ー、と今日はですねこんな緑色ののと言いますか黄色と言いますかねなんかこうちょっと微妙な色の格好をしておりますがそれには、えー、理由があるんですが、まあ、今日のネタとつながってくるんですけどもまあその前にですねこの番組は大体ですよターゲットとしては40代以上の。 特に私なんか50代でございますからその辺の方々が面白いなというふうに思えるようなあのまあネタといいますかを話していこうかなというふうに思っているんですがまあそういう方々にぴったりな今日はネタなんじゃないかなというふうに思うんですけれどもえまあテレビのねあの裏側裏話シリーズなんですが私ですね結構子供番組を担当することが多かったんですね。 で、その中でもですね、あの、結構有名な、特に我々世代の方々には有名な朝の子供番組を担当していたことがあります。で、そこにはですね、えー、二つのキャラクターが出てきます。で、このキャラクターは今はもう番組自体がないので、あのー、その番組には出てないんですけども、まあ、結構夕方のニュースであるとか、それからコマーシャルとかですね、 もしかしたらあれは局から独立したのかな <laughs> よくわかりませんけども。まあ出てきます。え一、ー、人はこんな色したキャラクターです。えー、運動神経が非常に良くてですね、えー、もうスキーもバリバリやったり、ダイビングもやったり、挙句宇宙にも行ったという、そういうキャラクターでございます。老い立ちは、えー、恐竜の子供だったから、 なんか、あのー、その方のテーマソングの中でね、人間を食べちゃうぞっていう、こう、一文があって、ええー、と、こうみんながびっくりしたっていう。まあまあ、そんなようなこともありまして。で、もう一人相方がですね、赤い感じの方で、えー、毛がね、長い毛がいっぱいこう生えておりまして、えー、頭にはプロペラがついてましてね。 目玉がこうビョーンとこう出てて、でかい口で喋るときにいつもこう、手をこう入れるのがこう癖という、その赤いキャラクター、その緑と赤のね、キャラクターが二人で大体コンビでずっと朝の番組やってました。まあ、その方々とですね、夏休みですよ。あの、イベントとして番組の中で、これ生なんですけども、その、 まあ全体はスタジオ収録の中に、えー、一部分ですね、えー、5分から78分枠だったと思うんですけど、えー、日本全国から夏休みの間に、えー、いろんな地方へ行って、えー、イベントをやってみんなでこうなんかこうダンスを踊るっていうような、まあ、そんなようなことをやってその日本全国回るっていう部分でスタッフとして参加させていただいた。 もうだいぶ前ですよ、本当にもう10年、20年ぐらい、もう20年か、20年ぐらい前の話になると思います。その時の、えっと、踊るダンスはですね、えー、米米クラブのカール・スモーキー石井さんがですね、えっ、ー、と、まあソロで出していた、あの、曲でございまして、まあ、それに合わせて、えー、みんなでこう、会場に集まった、えー、子供たちと一緒に、 えー、緑の方と赤い方が一緒になって踊ると。えー、あとはそのあ地方局のですね、アナウンサーと、えー、3人で一緒に踊るというようなことをやってました。で、えー、もうその、まあ皆さんはですね、ご存知と思いますけど、あれは生き物でございますからね、あれって言っちゃいけない。えー、緑の方と赤い方は生き物でございますから。でもですね、 この実際にテレビに出る時だけ実はその側と魂が一体になるんですねで側の方はですねまあまあこれも生き物ですからねたまたまこう分かれちゃうだけであって、えー、布団袋の中に入っていただいてそれを AD さんたちがこう運ぶということでございますよで魂の方はですね まあ人間の格好をされておりますのでえ人間の格好のまま電車に乗ったりとかしてこう移動をするわけですでその布団袋に入ったえ緑と赤の方々と一緒に持ち運びしているのがですね4台の布団乾燥機でございますでこれはえどういうことかって話をしていきます、まあ、月曜日はいいんですよ、まあ、大体日曜日に前乗りをするんですけどもえ月曜日に移動して でえー、と夕方に現場に行きますとで、その会場にまず入るんですが、えーまあ、それと同時に、ですねその側の方の2人は、ですねホテルにチェックインしていただいて、でえーまあ、ホテルの部屋ですね、に床にこう寝ていただいて、それぞれ2台ずつの布団乾燥機を駆使して、ちょっとこうドライにしてあげると。 ということですねで魂の方は、まあ、現場に行きまして次の日の朝なんですけども、えー、そこでやるための立て込みというその、まあ、要は準備をしているわけですね。でそこで「場当たり」という言葉を使うんですけどもなんとなくこの辺からこういう風にやってっていうその日の朝の段取りをこうみんなで確認をすると。で、えー、現地当日にお世話になるアナウンサーの方々と。 アナウンサーの方とそれから局の方々と、えー、ご挨拶をして明日よろしくお願いしますということでホテルに戻ってくるとそしたらですね、えー、じゃあ飯でも行こうじゃねえかということになるんですがまあその時のスタッフが、えー、とチーフディレクターが1人とその下に私がディレクターとしていてでその下にですねアシスタントが3人くらいいるのかな、まあ、基本的にはこの,このチームとあと魂の 赤い魂と赤いあ緑の魂の方々ですねなんかもうカップ麺みたいなうどんとそばみたいな話になってきますけどもまあそういうような方々でワンチームで、えー、ご飯に行くわけですよで普通に食事をするんですがまあえっ、ー、と次の日も早い8時から本番の番組なのでだいたい、えー、4時ぐらいにはもう出発して えー、4時半ぐらいか、まあ5時ぐらいにかけてですね、まあいろいろとこう準備をするわけです。そして、えー、5時半から6時の間ぐらいからリハーサルをスタートさせる。1時間くらい。で、えっ、ー、と、またですね、これ面白いことにですね、えー、そのキャラクターの方々は声は別にいらっしゃる。声と側と魂で、これ3つバラバラなのが、まあ、 そのテレビの番組の中ではですね一つに合体するんですけども、えー、声はですねまた別のところにいて、えー、リハーサルのところからその声,のかか声と、えー、ガがと魂と三位一体となって、えー、リハをするわけですよ。で7時半ぐらいにはリハを終えて会場に、あのー、まあお客さんといいますか子どもたちがこうワーッと集まってきてで1回その人たちと一緒に。 まあ、リハーサル的にダンスをやってみるんですねで8時から本番は始まるんですけれどもまあいきなり8時からはですねオープニングのところで、えー、例えば青森のなんとかさんはーいここなんとか公園から中継ですみたいな感じで、えー、わーっと映すっていうのが頭に1分くらいあるのかな。でそこからですね、まあ、しばらくあのスタジオがあるので,でその間に、えー、ちょっとまあ 埋設的にね、えー、皆さんをこうちょっとリラックスさせたりとかっていうところをちょっと私が担当したりとかはしてるんですけども、基本的な仕切りはチーフディレクターのまあまあベテランの方がやっていただけてるので、その時多分自分はですよ、いくつだったかな、20代も後半とか30歳になったとかいう感じで、えっ、ー、と、まあ番組テレビはいろいろやってたんですけど、そういう イベントの中での番組の仕切りっていうのは、その時多分初めてだったんで、いろいろとその時に勉強させていただいたんですけども、まあ、それでまあ行ったんですよ。無事に本番が終わりましたと。で、一旦いろいろ片付けて、で、それでまた魂と、外側と声がこうバラバラになりましてね。で、外側の方はまた布団袋の中に入っていただいて、AD がえそのまんまえ担いで、 駅に向かうわけですで魂と我々もですね、まあ、ご挨拶をしてまた駅に向かって移動してまた現場に着いたらその現地のスタッフに挨拶をする大体公園とかそういう体育館とかねなんかそんなあのその市民の方が集まりやすいようなところに現場を設置してますからそこ行ってまたリハやってバータイやってご挨拶して。 帰ってきてご飯に行きますっていうことですよ。でですね、えー、二日目のぐらいからですね、ご飯の場がですね、だん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 長くなってくるわけです。どういうふうに長くなるか。まあ朝が早いですから、AD の方々はですね、さすがに遅刻とかするともうめちゃくちゃ怒られますから、もうご飯食べたらすぐにえ帰る。で、その間中もですね、 側の方はえ、布団乾燥機でこうドライな感じに、えー、してますからね、えー、外から中から、えー、そんな感じにしてますから、それのチェックをしたりとか、次の日の準備をしたりとか、えー、いろんなあの仕事が、えー、待ってるわけです。で、えー、チーフもですね、まあまあそこそこベテランの方なので、じゃああとよろしくって言われて、だいたい3万円くらい、えー、現金渡されるんです。私で、 えー、じゃあ2軒目行きますか。で、魂の赤と緑の魂の方と2軒目行きます。で、えー、またちょこっとこういろいろとバカな話をしながらこう飲んでます。で、赤の方は大体そこでこう帰るわけですよ。で、緑がですね、おうじゃあ木村ちゃん、もう一軒行こうか。で、大体この男性が楽しくなるような店にすごい行きたがる。で、 ちょっとさ,さっきあのロケハンしてたんであそこいいとこあるからちょっとあそこ行ってみようかみたいな感じでふと気づくともう1時ぐらいですよ12時前ぐらいですねだい,たいあの地方のお店っていうのは早いんですね閉まるのがそういう店でもでだいたい1回こうチェック、えー、入れられるというか「お客様そろそろーああ分かりましたー」 でまあそろそろ戻りますからね。もう一杯じゃ飲もうよ。それが一杯じゃ済まない。一杯が二杯二杯が四杯四杯が八杯八杯が十六杯ってなるわけですよ。で、ふと気づくともう一時、二時。で、もう、えー、ってこうなってるんですけど、私は次の日4時に起きなきゃいけない。でも今から帰ってシャワー浴びたりなんかしたら1時間半寝れれるかどうかわからないみたいな。で、それでまた4時起きして、私はですよ、えー、みんなと一緒にこう行くわけです。 で、AD から、お酒く大切よとか言われながらね。まあ、しょうがないですよ。で、えー、魂の方々は、まあ、リハが始まるところに来ればいいのでだいたい7時前ぐらいに現場に入ってくる。え、昨日飲んだねーとかって言われながら、魂の方にね。そうっすね楽しかったなーそうっすねとか言いながらね。で、また本番があって、えー、移動して。っていうことをですね、金曜日までこう、繰り返す。それが1ヶ月続く。 1> 1ヶ月続いた時にどうなるか体の変化おしっこに血が混ざりましたねえ真っ赤なおしっこが、えー、出てきましたうわーこういうことかとすげえなーというふうに思いました緑の方々のですね、まあ、方々じゃないね緑の方の楽しいお話は実際はですねまあこれも言える範囲と、まあ、言えない範囲というか 言える範囲の話はまたちょっと別の機会にお話をしたいというに思いますけれども、え子どもの番組というえですね、大人の世界があるんだということをですね、身をもって感じた、そんな経験でございました。それ